ああ、ショートしてますね。完全に焼けてますね。こっち、断線してるところですね。つなぎました。よし。OK。スイッチオン。はい、どうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。ゾタック GTX1060 3ギガモデルのグラフィックボードですね。で、症状はですね、火が出たらしいです。まあ、燃えたグラボですね。パッと見はね、大丈夫そうなんですけど、この中がね、どうやら燃えてるみたいです。ちょっとカメラでは見えにくいかな。まあ、見た感じですね、ここの補助電源からの 12V ラインのショートじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとテスターで調べてみたいと思います。ショートしてますね。こっちは大丈夫かな。こっちは大丈夫っぽいですね。で、裏をよく見てみたら、ここですね。ここにちょっと焼けたような変色した跡がありますね。多分このコンデンサもいっちゃってるんじゃないですかね。やっぱこのラインショートしてますね。ではね、早速分解していきます。グリスが拭き取られてるんでね、一回分解されてるみたいですね。これですね、完全に焼けてますね。まあここにあったコンデンサーっぽいのがもう完全に焼けてなくなってるんで、まあここのショートか何かで火が出たんじゃないかなとは思うんですけど、もうそうですね、一度清掃して、まあ、どこまでねダメージがあるのか見てみましょう。今、燃えて炭化した基板を除去していってるんですけど、全然ねショートが収まらないですね。結構ダメージきてますね。おそらくですけど、この 12V ラインの下にグランドのパターンがあるんですけど、その間の基板が、燃えて炭化して導通しちゃってると思うんですよね。見えるところはね全部一旦削り飛ばしたんですけど、この今見えてる銅のところは、これグランドのパターンの方ですね。あの 12V ラインの方はもう全部ダメになってたんで取っ払いました。もしかしたらこっちの方とかも結構ダメージがいってるのかもしれませんね。まあちょっとできるだけね頑張ってみたいと思います。ここ見てもらったら分かりやすいですかね。ここちょっとめくれ上がってるの見えると思うんですけど、このめくれ上がってる上のところが 12V のラインのパターンですね。でこの間に燃えて炭化した基板がね入り込んでるんですよね。でその下にグランドのこのパターンがあるので、そこで導通しちゃってるっぽいんですよね。で怖いのが、今ねここ 12V のパターンのところねめくっていってるんですけど、すぐ横にこれね多分別のラインのメモリかな、メモリのラインのパターンが通ってるんですよね。なのでこっちまでダメージいってなかったらいいんですけどね。まあちょっと怖いですけどね。あれからですね、ここの補助ピンのコネクタ外したり、この辺のねついてた自走部品取り外しして、燃えてたところを除去していってるんですけど、まだね抵抗値が200オームやったらまだダメだと思うんですよね。まだね怪しいところをちょこちょこ残ってるんで、もう少し掘り進めてきます。グランドと
12V ライン。157オームか。はい、結構削りました。今こんな状態ですね。ここまで削ってやっとショート反応はねなくなった感じですね。グランドとこの 12V ライン、8メガオーム、 2.6 キロで、こっちは4キロで、裏のコンデンサも、9、10メガ、まあでもここもう完全に多分もうかなり削ったんで、もうこのライン自体も多分断線してしまってると思うんですよね。で、まあこのコネクタまた付け直しして、多分こっちの方にね 12V をこう流していかないといけないと思うんですけど、何がついてたのかもわからない状態だったので、まあ、ちょっとネットでね同じ基板の、まあ、この辺の写真がないかねちょっと探して、まあ、どういう感じになってたかね確認してみたいと思います。回路をね再現できたらいいんですけど、できるだけね頑張ってやってみようと思います。はい、いろいろ調べてて分かったことは、このね補助電源からの 12V はこの燃えてしまっていたシャント抵抗に繋がっていたので、とりあえずここは繋げました。でこの中をね焼けて削ったところの中をよく見てみると、何本か断線しているのがあるの分かりますかね。ここが2本とここ1本なんですけど、これは、全部こっちの IC に繋がってるんですよね。 INA3221 っていうチップですね。それぞれこの3本をこの INA のチップに繋げてですね、見たいと思います。こっち、断線してるところですね繋ぎました。この断線後ろを繋いだのはこの正面のこっち側のこの2本の方ですね。おそらくね 12V のラインだと思うので、この2本ですね、こちょっと見えづらいですけど、ここと、はつないだんですけど、問題はですねここにもう1本あるんですよね。見えるかな、このライン、このライン断線してるんですけど、このラインどこから、来てるのかというと、こいつもねさっきまあ言ったと思うんですけど、ここの VS だったかな、言ったらこのチップの電源ですね、これがね何ボルトなのかちょっとわからなかったんですよね。多分12ボルトではないと思うんです。でこいつね、まあ、こいつも燃えるグラボなんですけどね、まあ、いずれまたやるんですけど、こいつにも、同じチップ搭載されていて、こいつですね。でこのチップの、4ピン VS がどこに繋がっているのか調べたら、こちら PCIe の 3.3V の方に繋がってたので、多分まあこっちも同じなんじゃないかなと思うので、この PCIe の 3.3 の方に取り付けしてみたいと思います。よし、 OK。はい、それでは一旦組み立てしたので動作確認していきたいと思います。もしかしたらまたね火が出るかもしれませんが、とりあえずやってみたいと思います。では電源入れます。スイッチオン、スイッチオン。はい、多分ここの取り付けたコンデンサが燃えましたね。ここのコンデンサは最初に外したやつなんですけど、もしかしてそのコンデンサももうダメになってたのかもしれませんね。かまだねこの中でショートしていて、それで解消しきれてない上にそのまま電源入れちゃったんでね、また火が出たのかもしれません。なので、ここの燃えたコンデンサ取り外しして、グランドとのね、抵抗値を見ながら、また基板削ろうかな、感じですね。
2.5キロ、まあ、ショートしたところ一旦削ってまたショートはね収まったんですけど、まあどうなるかな、もう一度やってみますね。よし、ではもう一度電源入れます。さあどうなるか、スイッチオン。お、火花出ませんね。さてと、お、来た来たぞ、信号が来てる、画面が出るか、来た、画面出た、よっしゃ、はい、ということで、画面が出たのでファンをつけて組み立てしました。はい、バイオスがね表示されました。ちゃんと映像は出てますね。はい、ということで OS 起動しました。画面直撮りで申し訳ないんですけれども、GPU-Z でねちゃんと認識されてますね。 NVIDIA GeForce GTX10603GB ですね。で、あとは、まあ、ちゃんと認識されてますね。まあただね、この状態で負荷かけてベンチマークするのもまあちょっと怖いんで、今回はねしないでおこうと思います。まあスコアはこんな感じで重い判定ですね。まあ性能が出し切れてないのかな、こんなもんなのかな、いや出し切れてないような気がしますね。まあこんな状態なんでね、動いただけでもよしとしましょう。はい、ということで、今回ですねこの燃えたグラボ無事修理することができました。まあただね、ベンチマーク回した結果、まあ、性能が出し切れてない感はありましたけど、まあ、今回ね映ったということで、よしとしましょう。まあこんな感じですけどね、まあこれをね常用するのは怖いんで、使いどころがね、まあ、難しいところではありますけれども、はい。で実はね燃えたグラボ何個かまだあるんですよ。さっきも登場したこいつですね、この燃えるって書いてるこいつも燃えてるし、であと2つかな、2つぐらい、全部であと3つですね燃えたグラボあるんですけど、今回、まあ、このね GTX1060 の修理をして、まあ大体何ていうんですかね、そのグラフィックボードの基板の仕組みみたいなのを、まあ、少しね理解できたので、今度からはねその残りの燃えたグラボも挑戦していこうと思います。はい、ということで今回の修理は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。